利休のマーケティングでしょ。そこがいいんじゃない主義を持ち込んだわけですよね。価値を作ってしまっていること自体がマーケティングだっていうのはまさに実践したのが利休さんなんじゃないかな。付加価値でもって商売をするっていうことが我が国の企業は一般に弱いですよね。付加価値産業、ラグジュアリー産業みたいなものっていうのを育てていくためにはやっぱり文化的背景っていうものが絶対に必要。皆さんこんばんは、松村総領です。よろしくお願いいたします。じゃあお菓子お願いいたします。今日だけオリジナルお菓子になっておりました。これは私のヘアスタイルですか。山田五郎さんが春を連れてくるというねテーマで。いや、本当なんですか。本当なんです。本当なんです。これあれですか、この釜は純銀ですか。ここ銀座なんでね、ダジャレみたいなんですけども、純銀の釜で。純銀の釜で。その他にもあといろいろな道具また出てきますので、今日のお手前は台子と言われてまして、はい、この黒と下の机のようなものなんですが、とっても古典的な形の形式のお手前になっております。はい、特徴的なのはこうもう全部絵具と言われているセットが花から置いてあるですね、はい、うん、でそれをこうだんだんと運び出したりとか、当然台子がなくなったりですとか、はい、あのだんだん減っていくんです。一番シンプルにしたのが利休さんというふうに言われてまして、で全ての道具をお客様の目の前で一旦清めていくと、はいはい、この帛紗を使ってふわふわとこう道具を撫でるというかやってることは、当然もう綺麗なものばかりなんですけども、はい、あえてお客様の目の前で清めるというのが大事なことなんですよね。お抹茶の量の違いとかもあるんですか。一般的にはね、2グラムぐらいって言われてるんですけど、はい、1尺目にガッと取って、はい、あとは自分の加減で入れて、でもお客様のお好みが分かってれば、はい、濃いめで大口が好きとか大ぶりが好きとか薄めでみたいなことが分かるので、それは加減して、これもさまざまな立て方、流派によってありまして、私どもは裏千家という流派でたくさんこう振って泡をたくさん作って表面をこうサラサラとして小さい泡を作るという立て方なんですけども、できました。お茶が、そうしますと、これはそうしましたらこのまま受け取るのが、あ、このままどうぞ両手で、はい、これ何回で飲み切るとかあるんですか。よく言われるのは三口半って言われてまして、はい、陰陽とかが好きですね、日本の人は昔から。奇数が陽で偶数が陰で、はい、でどっちもいいも悪いもないんですけども、はい、あの三っていうのが、陽になって、はいはい、でそれこれ終わるんだけど最後に泡が残るのでそこをこう吸うんですよね。これ吸っちゃっていいんですか。吸っちゃってください。ずずとなりますよ、ずずっと多分おそらく。あ、なってください。お茶を出している方としては美味しく召し上がっていただけたかどうかっていうのがちょっと、まあ、まだドキドキしていると。お客様が泡までずずって飲んでくださったら、はい、あ、最後の泡まで飲んでくれたんだっていうことで。あ、これは飲んでいいもんなんですね。あ、飲んでいただけたら。癒しいのかと思ってましたよ。いやいやいや、ここまで飲むのは。最後まで飲んでくださると私もほっとして、で茶会としてもちょっとそこで緊張がふわっと和らぐというか、このお茶碗はあの山田五郎さんに触っていただきたくてご用意したお茶碗でして、ものすごく変わった、ね、現代作家さん篠崎由美子という若い女性の作家なんですが、はい、体をモチーフにしてお茶碗を作ってまして、それはご自分のお尻ということですよね。お尻でございます。そうです。どうせそんなことだろうと思いながら、どうせそんなことです、はい、すいません。あのそれぞれ別々の今日お茶碗でご用意しておりまして、今触っていただいているのはそれも銀を打って叩いて作っているもので、真ん中空洞になっているのでそれほど熱くならないんですけど、そのなんか出っ張りが触るとちょっと健康になりそうな、手前の白の黒のものまで御所丸と言われているあの朝鮮半島で焼かれたお茶碗を写したものなんですが、まあ、今年牛年なので牛のような柄であったりですとか、 NASA って書いてあるアメリカの現代作家さんなんですけども、まあ、誰もが知っている NASA というロゴをポップアート的に使ってるってことですね。ということだと思いますね。なんかすごいの来ましたよ、あそこ。あの女性のところ。あ、そうですね。黄金の茶碗。黄金の茶碗。
まあ、せっかくなのでこうお正月らしく派手なお茶碗もねご用意しております。あの秀吉みたいな、そうそう、金ピカ桑田拓郎さんっていうあの若手の陶芸家なんですけど、まあ、昔だったらできないような電気窯で温度を決めたりとか、この温度でカチッと固まるみたいな技法が確定してきているので、昔にはないデザインが作れるということですよね。まあ、有名なこの利休さんのイメージですね、この上にこう頭巾をかぶって、はいはい、でかいんでしょ。でかいんですあの180センチぐらいあったんじゃないかって、ね、で大男だからこそ大きい道具を持つんじゃなくて、はい、小さい道具を持った方が対比として映える、映えの元祖ですよね、この人そうですねこの利休さんがどんなことをしてたかっていうことを、まあ、分かりやすく3つにまとめてみました、はい、お願いします。1つ目、茶道具に革命を起こした。今までのあった道具とはまた違うね道具を作り出していった、うん、はい、茶室に革命を起こした。 お茶をする空間っていうのがだんだんと出来上がっていくんですけども、まあ、利休さんの時代に全然違う茶室ができてしまったと、うん、バビスキというコンセプトをどん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 あのより深く掘り下げていった、うん、今回はちょっと茶碗に絞ってお話ししたいと思います、はい。利休さん以前のお茶碗っていうのは基本的には唐物と言われている中国もしくはまあ朝鮮半島から渡ってきたようなお茶碗があるんですが、まあどこの角度から見てもこう同じ、まあ、ろくろ使ってるんでね、そうですね、まあ、個性はそんなにないというかパーフェクトに綺麗だけど、うん、まあ、今日はちょっと似たお茶碗持ってきまして、はい、で中にこう、こうソーサーをつけて、この上にこのお茶碗を乗っけて、はい、飲むと。こんなお茶碗が中心でした、はい。それに対して楽茶碗と言われているタイプのお茶碗です、はい。これをぶつけてきたわけですね、利休さんは。利休のマーケティングでしょ。味で片付けちゃうっていうのも、うん、そこがいいんじゃない主義を持ち込んだわけですよね。そうね、いや、これほら綺麗な絵になってないじゃんって。そうなんですよね。でもなんか厚さもさ、場所によって違うじゃんって、形も歪んでんじゃん。そうなんです。色ねえじゃんみたいな。そうなんですよ、ね。何言ってもそこがいいんじゃないで。今まではね、外国のお茶碗でそれを映してきたんですけども、初めていわゆるプロデューサーの元祖と言われてますけども、プロデュースして作らせたお茶碗、むき栗っていう利休さんプロデュース長次郎が作った茶碗で、うん、現代的というか四角くて下だけ丸くなっている。ぜひこれをちょっとお湯を入れて山田さんに触っていただきたいなと。これが、はい、天目茶碗、はい、はい、あ、大丈夫ですよ。むき栗はですね、はい、上まで圧がこんなに、うん、おそらく口をつけるところは熱くないですね。なるほど、なるほど。これはまああっという間に熱くなりますね。基本的に上まで熱が伝導しますね、はい、そうですね。電熱のスピードがやっぱり違う、違いますね、はい、でじんわり楽じゃんのがきますよね、はいはい、うん、でこっちはやはりこう温度も高くてガラスの質も高いのでこう電熱しやすいので、はい、まあ、あちちというかね、厚さの方が伝わるというか、当然これはろくろこう回して回してるんで、うん、まあ、どこも均一なんですけども、はい、これ手づくねという技法で粘土をこう紐状態にして、はい、蛇みたいにこう巻いて、でこれくにゅ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 く形を作っていくと、はい、手づくねって結局作った人の手なんですよね、うん、手がこう残っているので、はいはい、握手するというかその人、はい、はい、っていうような感覚もありますし、分かる分かる、ふわっと手に馴染むので、はい、お茶自体を抱っこするというか、はい、抱えるみたいな、はい、そんな感覚も暗いとこなんか特にそうですけど、うん、こう感じたりしますね。技術としては多分こっちの方が上ですよね。上なんですよ、はい、だけどそうじゃないところに価値を出してるわけですよね、これは。おっしゃる通りです。技術的に高度なことじゃないことですよね、これは。そうなんですよね。あったかみだとか、そうそうそう、味だとか。ぶつけてきたんですね、こういうのをね、はい。あとは利休さんはデザイナーというか、まあ、プロデューサーでもあるんですけども、はい、こういうのを作らせちゃうっていうことなんですよね。セレクトショップの走りですよね。なるほど。買い付けに行って、そうですね、本来のものと違う面白い安いものを買ってきて、うん、付加価値つけて、ショップオリジナルの別注かけて。そうですね。だから付加価値つけるというより価値を作り出してるんですよね、うん、おっしゃる通りですね、本当に。
それ一番強いですよね。そうなんですよね。これが今ある価値をの中で勝負するより、うん、勝ちたいけど土俵自体を作っちゃうってことですよね。おっしゃる通りですね。自作のものですけども、はい、本当にただの竹の筒なんですよね。そう利休さんのサインがあってありますね。そう、花入れに山田さんにお花入れていただこうかなと思いまして。うわ、怖い。利休はね、多分これだこれぐらいかもしれないですね。このぐらいのことをやる人ですで、利休って書けばみんなはぁって。この竹のここのところがいいから切ってきたっていうのもないですよ。そうですね、まあ、むしろ何もないところだから切ってきたんだじゃないですか、これだから そういうところは、あ、確かにマルセル・ディシャン、もうマルセル・ディシャンもそれですもん。そうか、強いですね。いや、逆に何でもないから、それどこにでもあるやつだからいいんだよを言っちゃったらさこの茶尺は大変な茶尺だったんですね。この茶尺はですね、まあ、有楽町ありますね。有楽祭ですか。じゃあ有楽祭の有楽町の名前の始まりになったとも言われている織田有楽祭、織田有楽、織田信長さんの弟さんの織田有楽が削ったお茶尺、はいはい、この茶尺とか、まあ、もしくは花入れなんかもそうですが、茶人自体が作るんですね、はい。で、まあ、どこの竹やぶに入ってどの竹で削ろうかを選んで、でどこのその竹のどこの節のところで削ろうかをまた考えて、でまたどん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 削っていくと。でそんな小さなものなんですが、茶尺自体にその茶人の人格とか人柄とかを見たりしまして、時にはそれを位牌にして拝んだりなんかすると節が真ん中来てますけど、はい、利休以前っていうのは、まあ、節が端っこ切ったりとかするんですね。そのわざわざ歌詞だと思われるような節を真ん中持ってきたりしてるっていうのが、まあ、利休さんのまた一つの流れなんですけども、でも今にして思うと、うん、やっぱこれセンスいいなと思うんですよ。かっこいいですよね、うん、今の感覚でも、うん、これはここだなって思いますよ。まあ、結果的にマーケティング的なことをしていたのかなって感じはしますけど、それを現代的なスキームで当てはめてみるとどんな形になるのかなということを、どんな人が買ってくれるのかっていうのを、どんな人なのかなってイメージしたんですが、まあ、俺も憧れの利休さんと同じ道具を使いたい、はいはい、まあ、主に武将をイメージしてるんですけども、うん、下克上の世の中を生き抜いてきた、うん、あの戦国武将たち、新しい武将、まあ、お茶の弟子にもなります。で、荒れ果てた心を沈めていきたいと、うん、じゃあ利休さんがやってるような茶道具を新しく手に入れたいっていうようなニーズがあったんじゃないかと、うん、これは勝手な想像ですけども、もう力だけで成り上がったんじゃなくて、ちゃんと文化の力も俺は持ってんだぞっていうのを見せたいっていうような、うん、そんな欲もあったんじゃないかと。あったですよね、うん、昔はこれがあったんですよね。なるほど。昔は成り上がりも、はい、成り上がった後は文化的に見られたいっていう気持ちになったもんですよ、うん、はい、なるほど。今はそれないですよね、うん、教養とか文化とかが偉いっていうのを否定しすぎたんだよ、多分この何十年か。何十年か、かっこ悪いっていうようなイメージだったんですか。逆にかっこ悪いぐらいのことになっちゃって、あまりにもそれをおどそかにしてきたからなくなっちゃったんですよね。そうですか。今頃で450年ぐらい歴史があるんですが、いまだに人気があって、うん、みんな手に入れたいと。利休さんのマーケティングもしやってたとしたらすごい強かった。結局こんだけ生き残ってる、はい、うん、500年企業ですよ。価値を作ってしまってること自体がマーケティングだっていうのは、うん、有名なコトラーさんとかも言ってるんですが、はい、それこそまさに実践したのが利休さんなんじゃないかなと、うん。